はいどうもライクと申します。というわけで今回ですねセレクションのローキさんをね使っていこうと思います。いやねもうローキさんのねこの脱三振ショーバージョンずっと欲しかったんですよ。で今回セレクションで、まあ、めちゃくちゃお金はかかったけど無事ゲットすることができました。でねこのセレクションローキのいいところはね、まあ、各能力が1ずつ上がってるんでこれ称号次第で結構余裕を持って請求 A が狙えると。はい、というわけで1回ね称号チャレンジしてからその後ね純正で自衛隊の方やっていきたいと思います。早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで称号やっていきましょう。今回2回作れますね。もう本使っちゃおうかな。まあ本22しかないけど今回5個を使ってね請求 A を目指していきたい。これねまあよくわかんない称号よくわかんないけどまあなんか星高いのつけばなんかいけるんじゃないですか。魂の投球。おお、めちゃめちゃ良くないこれ。待って待って、一番いいやつじゃないこれ。よし、というわけでね水球80かつ988このロージでね、まあ、純正で、うん、ボコボコにしてやろうと思います。やっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけでやっていきましょう。1試合目ですね。まあ、今回先行でしたね。まあ、まずはしっかり打っていこうか。いや今日ねロッテ純正今年ね本当お金はすごくかかりますね。お金はすごくかかるんだけれどもオーダーとしてはかなり強くなってる気がするな。今年取ったあの TS とかセレクションとかそのスペシャルレアリティ系が、あ、これ正面か。まず、あれでしょ ?TS1 段の沢村さん、TS2 段の大谷さん、そして、よいしょ、ファールか。あと、イチローセレクションの堀さん。あとね、あの TS 第3段。まあ、自分一応ね、しれっとランキング走ってたんですけど、ランキング報酬井上聖を取ったので、もう今んとこ TS コンプリートだね。それに加えて今回セレクションのローキが入ってくると。スペシャルリアリティ今んとこコンプしております、私。うん。まあ、やっぱりね、去年まではね、ちょっとね、あー、ミスった最悪。ちょっと強化をちょっと渋ってしまったんで、うん、今回こそはもうしっかりね、うん、ロッテ純正強くしようと思ってやっております。というわけで、ローキのピッチング入っていきましょう。しれっとね、あのね、マリンズ魂、極みになっておりました。最強コンボ。5100。えぐ。イチローパワー56です。イチローも涙目かな、これは。早速ね、まあ、165キロのストレートをぶち込んでいきましょう。もうギャン詰まりだね。まあ、165って言ったらあれだもんね。ワールドスター大谷さんと同じスピードだから、あれ簡単に言うと、日本人最速なんですよ。ビエイラの次にね、まああれだからスピードで言ったら早いんだけど、やばい。おお今の完璧に捉えられたんだけど、まあ、多分あれだな、もうスピリッツでご利用したな。ちょっと脱三振ショーを出したいな。どうしようかな、なんか、いい方法ねえかな。脱三振ショーが出てからが面白いんだけど、よしよし、一回ファール打たせるか。ファール打たせる作戦で、ファールで、ああ、惜しい惜しい惜しい。もう一回ちょっとアウトローのストレートで、ファール。よし、ファール、ファール、ファール。よし、オッケー。脱三振ショー。お前、なんで出ないね、ほんと。うん、どうしよっかな。ちなみに、ローキで一番強い球は、多分、ジャイロフォークなんですよ。ジャイロフォークの落ちる落ちないがかなり見づらいと思う。うん、そこでね、例えば、ここら辺に投げてやると、もう落ちる落ちないがすごい難しいんですよ。これ落ちる方かな。あ、今のはちょっとね、まあ、落ちる方って分かりやすかったかな。まあ、そこら辺うまくやってやると強いかな。うん。脱三振ショー出たら、ジャイロフォークまで鬼強いんだけどな。で、今度まっすぐが入っていきましょう。165キロ、ブン。はい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 。やっぱスピードが速いからね、選球眼をね、なかなか見極めるね、余裕がないと。で、しかも制球80だから、普通にコントロールバリいい。はい、ナイスボー。脱三振ショー来ました。ここで、どうしようかな。一回ジェルフォークボールダメ行くか。ジェルフォーク。よいしょ。あ、いい。うわ、惜しい。いや、めちゃめちゃいい球よ。じゃあ今度スライダーとかと遊んでみちゃう。これは振るかな。振った、はい、ボール球です。はい、オッケー。いいよ、いいよ、いいよ。ローキいいピッチ。ちょっとマジちょっとさ、ローキに勝ちつけたいからさ、普通にちょっと頑張って打つわ。ちょ、初回ちょっと喋りながらやったからさ、打撃めっちゃヘッポコなっちゃった。よーし、オッケー、オッケー。いいね、いいね。まあ、とりあえず最低3点取ったから、最低限だね。うん、あ、これだ、切断だけやめて。ちょっと頑張って、頑張って。ローキ投げたい、僕は。ちょっと一回待ってみようかな。一回待ってみます。おお、もういた、もういた。お、復活した。よし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 。待ってみるもんだな。はい、というわけでね、4点の援護を取ることができたので、まあここまでね、しっかり抑えてね、まあローキで勝っていきましょうか。まあさっき投げれなかったね、抜けジャイロフォーク投げたいこれ。落ちないジャイロフォークは結構俺強いと思うんだよね。あ、落ちそう。あ、危ねえ。まあ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 。
まあまあそうだ、ジャイロフォークってね、なんかわからんけどね、打ちづらいよな。他に投げるピッチャーが全然いないからかな。ちょっと抜けジャイロフォーク、抜けジャイロフォークって抜けた。よーそうそう、これが強いんですよ。この抜けるジャイロフォークはかなり強い。まあしかもね、このスピリッツご利用してね、バフかかってるとかめちゃくちゃ熱いね。じゃあ今度同じくらいの場所からもう豪速、ブーン、はい、手が出ませんと。うん、どうしようかな。一回スライダーで様子見。スライダーで様子見。あ、落ちないね、これ。よーし、オッケー。いや、ローキは純正の力使ってめちゃくちゃ強い。もう一試合やっていきましょうか。はい、というわけで2試合目の方やっていきましょう。またもや先行でしたね。まあ、まずはね、援護点取っていきましょうか。岡いいね、ナイス。よいしょー、オッケー、ナイスー。いや、さすが、落合。お、広角。あ、ナイスー。はい、というわけでね、一応、援護点3点から、ローキのピッチングが始まっていきます。まあ、今回もね、もう、スピリッツでゴリ押し作戦に行こうかな。もう、5070。やっぱ、余裕で5000超えるね、ここまで来ると。ちょっと外角も使ってみようかな。もう、外野オーバーはほぼほぼなさそうなんやな。もう、超えないでしょ。あ、全然超えない。ナイスー。え、続いては、やっぱりさっきも使ったけど、抜けジャイロフォーク。抜けるかな、これ。あ、抜けなさそう。あー、けど今度はね、抜けそうな位置から落ちるから打ちづらいと。で、次は、もう使ってない球ほぼないな。カーブ。カーブ、サークルチェンジは賞味使わないよな。じゃあもう素直に剛速球、165キロ、ボン。オーケー。で、あとね、このスライダーっていうのも強いね。大谷さんみたいな使い方でいくから。よーし、オッケー、完璧。いや、ローキマジバリ強いな。ナイスミート。オーケー、ナイスミート。あ、待って。キモ。はい、というわけで最終回ですね。まあまあ、ローキを投げさせたいから、あえて満塁のチャンス潰してみたわ。まあ。ここはもうとりあえずまっすぐ165キロ。いや、ベストピッチ決まんない。オーケー。で、続いては、スプリット投げてみるか。スプリットちょっと、コースビタビタ。あ、ボールか。もう一丁。待って。いや、ごめん。うわ、もう最悪。あはー、もう。いや、ちょっと今のは油断した。こういうのはダメですよっていう例。うん。逆にこの、そう、こういう球投げちゃいけませんよっていう例を出すことによって、今後のピッチングを生かしていくわ。こっから本気ね。うん。こっから本気。もうこれパワー削ってるから、もうインコースいらないんですよ。流し打ち警戒で、ジャイロフォークを投げちゃう。ベストピッチマジ決まんねえ。よーし、オッケー。まあ、けど、ガウトポーズのね、このジャイロスプリットも強いんだよな。やっぱジャイロスプリットが全体的にめちゃくちゃいい感じだね。スライダーで、今度はこれ長距離にはめる作戦。これ取れるっしょ。あー、ミート打つか。わ、マジか。まあまあ。お、打て。山田です、打て。おう、あ、ダメか。わー、サンタナかわいそう。サンタナかわいそう。流し打ち警戒で相手のインローストレート。よいしょ。詰まってるよ。よーし、オッケー。はい、というわけで、ローキー使ってみたでした。でも、スピリッツご了承、気持ちいいわ。